もう、一人にしないで。一人ごとのように呟いたその言葉に、目頭が熱くなっていく。俺は涙をこぼさないように、歯を食いしばりながら、何度も強くうなずくのだった。それは、冷たい雨の降る冬のことだった。俺の耳に飛び込んだ、 一つの知らせ。子供の頃から本当の兄弟のように育ってきた幼馴染みの有事が不慮の事故に遭って亡くなった。つい数日前には久しぶりに会って酒を飲もうと話していた。そんな会話が最後の言葉になるなんて。悲しい現実を到底受け入れられない。 全く実感はないはずなのに、なぜか涙は止めどなく溢れる。こんな別れになるのなら、もっとたくさん会えばよかった。近所に住んでいるからこそ、いつでも会えると予定を先延ばしにしていて、気づけば半年以上、顔を見ていなかった。鉛のように重い気持ち。目に映るすべてのものが、現実味のない、 モノクロの世界に見える。悲しい知らせから一週間後、あっという間に雄二の体は灰になり、小さくなって家に帰ってきた。もしとして、毅然とした態度を見せていた妻のほのかも、家に帰ってきた途端、急に現実味が増したのか、肩を落として、呆然と遺影を見つめていた。 写真の中のユージはいつもと変わらない笑顔で額縁に収まっている。こんな未来を一体誰が予想できただろう。ユージは半年前にやっとほのかと結婚したばかり。学生時代から長く付き合っていた二人の結婚は周りに祝福されていた。幸せな家庭。これから始まる新たな生活。 長い先の未来にさまざまな思いを巡らせていたはず。思いがけず夫を亡くし、未亡人になってしまったほのか。彼女はこれからどうするつもりなのだろう。大丈夫か衰弱しきったけ奢な背中に、わかりきった問いかけを投げた。彼女は俺に振り向きながら、 力ない笑みを浮かべるだけ。大丈夫なはずがない。そんなことは言われなくてもわかっている。家族として過ごしていた彼女の悲しみは計り知れない。適当な言葉が浮かばず、結局聞いても仕方ないことを問いかけてしまった。季節は着実にその色を変えていくのに。 悲しみの家中で生きていた俺たちはその瞬間に取り残されているような気がした。悲しみに向き合い続けながら二年の歳月が過ぎた。相変わらず俺の周りは何も変わっていない。変わったことといえばこの胸の痛みが少しずつ癒えてきたことだろうか。今でも俺は 欠かさずに有事に先行を手向けるため、毎週彼の家を訪れていた。温泉旅行ある日、いつものように先行をあげに、有事の家を訪れた俺に、ほのかが旅行に行かないかと声をかけてきた。商店街の福引きで、たまたま招待券を当てたらしい。ペアチケットだけど、 誘う人が他にいないのだという。俺は一瞬返答に困った。旅行に行くこと自体は問題ない。けれど、どうしても周りの目が気になってしまう。俺たちは友人とその妻、共通の知り合いであった友人を亡くした今、少しいびつな関係になっていることは間違いない。 曲がりなりにも、俺たちは男と女。理性があると言っても、泊まりがけで大人の男女が出かけるとなっては、世間的には何か勘ぐってくるに違いない。そうなった時、生きづらくなるのは、ほのかの方だろう。彼女のことを考えるのなら、適当な理由をつけて、断った方がいいのだろうか。躊躇する俺をよそに。 ほのかは続ける。これまであなたにはたくさん支えてもらったから、お礼も兼ねて一緒に行きたいの。彼女の心配りを聞いた俺は、安易に断ることができなくなってしまった。学生時代、有事にほのかを紹介された日のことを今でも時々思い出す。木漏れ日の刺す公園で、 穏やかな笑顔を見せる華麗な少女。一目見ただけで、俺は彼女に夢中になってしまった。けれど、相手は俺の親友。どんなに彼女のことを思っても、その中を引き裂くことはできない。彼氏の親友というポジションで、ほのかのそばにいられるのが嬉しかった。それと同時に、 二人が幸せそうに笑う姿を胸を痛めながら見ていた。お似合いな雰囲気の二人。たとえピエロだとしても二人の恋物語に出してもらえるならそれでいい。そう考えてそばに居続けた。気がつけばほのかと知り合ってもう十年になる。これだけ気心が知れた仲なのだ。 旅行に行ったところで、突然妙な雰囲気になることはないだろう。自分の胸の中でそう言い聞かせた俺は、ほのかと温泉に行くことを決めた。しかし、誰かにこの旅行を知られれば、よからぬ噂を立てられるに違いない。俺たちは、周りに気づかれないように、密かに計画を立てた。晴れてよかったね。 最高の天気に恵まれ、俺たちは旅に出た。目的地は家から2時間ほど離れた場所。観光名所をいくつか巡り、夕方には温泉旅館に着いた。老舗の旅館は平日だというのに、多くの人で賑わっていた。それぞれ温泉を堪能すると、浴衣に着替えて部屋に戻る。 普段見慣れない格好だからか、夜上がりの彼女の姿が妙に色っぽく感じた。綺麗なうなじがうっすらと汗ばんで見える。必要な俺の視線に気づいたのか、彼女は首元を押さえながら、顔を赤くしてそっと目を伏せた。そんな表情を見せられてしまったら、つい意識してしまう。やっぱり、 俺たちはどんなに時間が経っていても男と女だということを再確認させられた。普段は友人のような距離感でも雰囲気が変わるだけでこんなにも胸がざわざわとざわめく。自分の下心を必死で隠そうと俺は窓の外に視線を向けた。へえ、いい眺めだな。 窓の外には青々とした海が広がっている。圧倒的な開放感に心までも現れていくようだ。私ね、本当に感謝しているの。部屋での夕食と一緒に地酒を楽しんだ俺たちは少し酔いが回っていた。ほてった体を冷まそうと部屋の窓を開けてそばにあった椅子に腰掛けると ほのかはおもむろに口を開いた。彼が亡くなってから自分がどうして生きているのかわからなくなってた。毎日毎日彼が生きてた家で一人きりで過ごす夜が怖かった。いっそのことこんな辛い思いをするのなら私も一緒に消えてしまいたかった。だけどあなたがいてくれるから 辛い気持ちを紛らわせることができたの。あなたが顔を出してくれるたびに、胸がほっとした。私がこうして今、笑えるようになったのも、全部あなたのおかげなの。少しずつ体を寄せ、俺を見つめるほのか。満天の夜空の瞬きに、黒い瞳が輝いて見える。嬉しかった。 あなたがそばにいてくれたこと。純粋な彼女の思いに、なんとなく後ろめたさを感じている。確かに、俺は有事のために頻繁に家を訪れていた。けれど、理由はそれだけじゃない。未亡人になった彼女の身を案じて、様子を見に行っていたのだ。昔からずっと思い続けている。 その気持ちは今も変わらない。彼女に少しでも笑ってほしくて。頭の隅にそんな気持ちがあるからこそ、俺は素直に彼女の気持ちを受け入れることができなかった。ほのかは純粋に俺が有事に対してのギリ立てでやっていると思っているのだろう。俺の本当の気持ちを知れば、彼女は軽蔑するかもしれない。 このまま黙って彼女との関係を今まで通り続けることもできる。でもそれは彼女のことを騙し続けることになるのではないか。自分の中で答えを模索しても最適解がわからない。俺は黙ったまま彼女の瞳を見つめ返すことができずにいた。でも人間の心って 時に残酷よね。少し寂しそうな声色で、ほのかはぼそりとつぶやいた。海風が優しく俺たちの頬をかすめる。あの人が亡くなってから、私だけが歳をとっていく。あの人は何も変わらない。それが苦しくて、時々自分を責めてしまうの。 私、彼のことが大好きだった。何年もずっと、この気持ちは永遠に変わらないんだと思ってた。でも最近になって、心変わりに気づいてしまったの。あなたと顔を合わせるたび、今までとは違う感情が湧き上がっているのが分かった。私、あなたのことを、一人の男性として見てる。 波の音がかすかに聞こえるこの部屋で、俺たちは互いの気持ちを打ち明けていた。自分の感情の変化と亡くなった夫への愛。その狭間で揺れ動いている彼女は、今までとは違った苦しみの中に自分の身を置いているように見えた。繋がるはずのなかった俺と彼女の思い。 時間が経つにつれ、いつの間にか一本の線に重なり合っていた。彼女の言わんとしていることはわかっている。けれど、言葉で伝えてしまっては、その気持ちの重さが表せられない気がしていた。戸惑いを隠せない彼女の表情を見て、胸が締め付けられてしまう。俺は何も言わずに、 彼女をそっと自分の腕の中に抱きとめた。ほのかもそれを受け入れて静かに俺の胸に頬を押し当てている。月が雲に隠れ、明かりが陰った瞬間、俺たちはすべてのものから逃れるように静かに唇を重ねた。この世のどんな言葉を使っても、 今の気持ちを表現することは難しい。それはきっと彼女も同じなのだろう。何度目かのキスが終わり、そのまま布団へなだれ込む二人の体。見つめ合ったその瞳に嘘や迷いはもうなかった。ずっと前からこうしたかった。自分の欲望をさらけ出せばもっと簡単だったのかもしれない。 けれどきっとその道を選択していればこの結果にたどり着くことはなかった。過去の記憶に思いを馳せて俺はしっかりと両腕で彼女を力強く抱きしめていた。ほのかから聞こえる胸の鼓動、生きていることに喜びを感じる。首に回された両腕は波のような揺れに合わせて 余裕なさげに俺にしがみつく。仰向けになった彼女を見つめると、恍惚とした表情を浮かべている。初めて見るほのかの女の顔に、俺の興奮はさらに高まっていた。吐息と一緒に漏れる声は、脳の筋を痺れさせていく。その心地よさに我を忘れそうで、 静かにまぶたを閉じた。細い指が俺の髪をなでた。寂しいから誰かと一緒にいるんじゃない。彼女の瞳はあの頃とは違う自分の意志を持っていた。もう、一人にしないで。一人ごとのように呟いたその言葉に、 目頭が熱くなっていく。俺は涙をこぼさないように、歯を食いしばりながら、何度も強く頷くのだった。ずっと一緒だ。これからも。俺の言葉に安心したように、心からの笑顔を見せた彼女。二度と寂しい思いはさせたくない。これからは彼女のことを、 俺が守ってみせる。熱い思いを絡ませ合った肌に何度も誓いの口づけを落とす。ほのかの白い首筋はまるで花が咲いたかのように俺の口づけの後で赤く染まっていた。翌朝、いつの間にか眠ってしまっていたようだ。重いまぶたをこすりながら 昨夜のことが現実であるかを確かめる。布団のそばには脱ぎ散らかされた浴衣。窓のそばの椅子ではすでに洋服に着替えてきちんと身支度をしたまま海を見つめるほのかの背中があった。この景色きっとユージが見たら喜んでいたかもしれないわね。これからも 彼が見れなかったたくさんの景色を私が代わりに見に行きたい。あなたと一緒ならきっと彼も喜んでくれるわ。朝日が水面に反射してキラキラと輝きを見せる。俺は彼女の肩を抱き寄せその景色を一緒に見つめていた。ージはこれで安心して眠ることができるだろうか。 複雑に絡み合った俺たちの人生は特殊な形で同じ未来を描くことができた。これから先、どんなことがあっても俺は彼女の手を離さない。長年片思いを続けてきた俺には今更彼女以外を見ることもできないだろう。有事の存在がつなげた強い絆を感じながら、俺たちは 今日も明日もずっと寄り添える二人で生きていける。青い空と海の交わる地平線の彼方を見つめて、俺たちは互いに顔を見合わせながらそっと微笑むのだった。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。 ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ね、お願い。誘うような眼差しに心を奪われた俺は気づけば彼女の唇を受け入れていた。<music> それはある蒸し暑い夏の夜のこと。仕事にくたびれ果てて 家に帰ってきた俺は息苦しい背びれを脱ぎ捨てて部屋着の T シャツ一枚になると扇風機を窓辺に移動させて片手に冷えたビールを抱えながら窓を全開にして夜の夜景を眺めながら一人で晩酌を楽しんでいた高層マンションの12階に住む俺の部屋からは 外の景色がよく見える。扇風機の柔らかい風にあたり、虫の声を聞いていた。都会には自然を感じられるものは少ない。喧騒に紛れて、ただひたすら仕事をこなす日々。時々猛烈に田舎の実家が恋しくなるのだ。 精神的に疲労している自覚があるときは少しでもこうして気分をリセットできるように夜景を見ながらぼーっと酒を飲む心地よくほろ酔いになるとこの生活を続けるために明日からも仕事を頑張ろうと思える俺の気持ちを切り替えるには大切な時間だビールを一缶飲み終わったところで 俺はぐろりとそのまま床に倒れ込んだひんやりとしたフローリングがほてった体を気持ちよく冷ましてくれるまぶたを閉じてみるとその静けさはまるで田舎の夜のようだった最近仕事が忙しすぎてほとんど実家にも帰れていない年老いた両親も俺の体を気遣って 頻繁に連絡をくれる。だけど俺は仕事にかまけて、なかなか連絡の一つも返してやれない。子供を思う親の気持ちを、ないがしろにしてしまっている自覚はあったものの、タイミングを逃してしまって、なかなか自分から連絡を返すことができない。くだらないプライドが邪魔していることは、自分でも理解していた。 田舎町で育ったからこそ、俺は絶対に東京で成功してやると、昔から心に誓っていたのだ。がむしゃらに仕事に取り組んだ結果、こうして高層マンションに住むこともできている。世間から見たら十分成功したことになるのかもしれない。でも自分の中では、もっと上を目指したい。誰から見ても、 納得できる結果を出して、堂々と田舎に帰りたかったのだ。そんなことにこだわってるの、自分だけなのはわかってるんだけど。ゆっくりと目を開け、天井を見つめる。いつか自分の生活に満足する日は来るのだろうか。そんなことをぼんやり考えていると、隣の部屋から小さな声と、 ベッドの岸む音が聞こえてくる。俺は慌てて窓を閉めた。俺の部屋は角部屋。隣には、年の離れた夫婦が住んでいる。妻の朝美さ,さんは俺よりも歳の若い、綺麗な人だ。一方の旦那さんは、何度か出勤時間がかぶって、顔も合わせたことがあるけれど、俺よりも一回り以上、 年上の印象を持っていた二人が並んだ姿を見ると夫婦というより親子という方がしっくりくる気がするそれでも仲むつまじく窓を開けていると時折こうして二人のジョージが聞こえてくるほどだはあ結婚願望はないけれどこうして誰かの幸せを目の当たりにすると やはり少し寂しい気持ちになる恋人と付き合って3年関係は安定しているけれど付き合い始めた頃よりときめきはない最近では相手が結婚を匂わせるような行動をしてきて正直うんざりしている結婚願望があるのは悪いことではない 同じ価値観でいられる相手なのであれば、いずれ恋人から夫婦になるのだろう。でも俺は昔から、結婚を考えていないと明言している。それをわかっていて、自分の年齢や付き合いの長さから、勝手に結婚を迫られるのは、めんどくさいとしか思わなかった。そろそろ別れた方が、 お互いのためにいいのかもしれないな。気だるい体を起こし、俺はそのまま風呂に足を向けた。自分の人生、選択をするのも、責任を取るのも自分だ。結婚をしないと決めた以上、他人の人生を背負うことなんて俺にはできない。ぬるめのシャワーを頭からかぶった俺は、彼女への別れを、 はっきりと心に誓うのだった翌朝休日ということもあり遅く起きた俺は溜め込んでいたゴミを集積所に持っていくためエレベーターホールに立っていた呼んでいる途中隣の部屋のドアがガチャリと開き段ボールをまとめたものを抱えた浅見さ,さんが姿を見せた 昨夜の夫婦の常時を察していた俺は彼女と顔を合わせることを何となく気まずく感じてしまうおはようございますそんなことも知らずに彼女は俺にいつも通り明るく声をかける彼女の顔を直視することなく軽く頭を下げたどうしてこんな時に限って顔を合わせてしまうのだろう 毎日暑いですねエレベーターという密室で二人きりいつもなら何も思わないけれど昨夜の今日で妙に意識してしまうあんなに年が離れていても結婚して何年か経っていてもちゃんと夜の関係があるのだ夏服で肌の露出が多い浅見さんの姿首筋に汗が流れる姿がずいぶんなめかしい 互いに集積所にゴミを置いた後、部屋に戻ろうとする俺の背中に朝美さんは静かに声をかけた「今日休日出勤で主人は朝から仕事に行っていないんですよかったら一緒にお茶でもどうですか?」自分が意識しすぎているせいかその誘いは普通のお茶だけを指しているようには到底思えない。 けれどあくまで彼女は隣人をお茶に誘っているだけ、下手に拒否してしまうのも、勝手に過剰反応しているみたいで、返答に困ってしまった。家に一人だと退屈で仕方ないの、お願い。甘えるように体を近づける彼女の勢いに圧倒されて、俺はなし崩しに彼女の部屋に向かった。 初めて見た隣人の部屋は、ロココ調の上品な家具で意識揃えられていた。これが旦那さんの趣味なのか、彼女の趣味なのかわからない。自分の部屋とは真逆の、華やかな印象の部屋。椅子に座っても、俺はなんとなく落ち着かなかった。昨日、あの声聞こえてた出されたコーヒーに口をつける俺に。 彼女は単刀直入に行った直接聞かれるなんて思ってもいなかった俺は思わず口の中のコーヒーを噴き出しそうになるその反応を見て彼女は確信したのだろうどこか嬉しそうな表情で頬杖をつきながら俺を見つめている昨夜最中にあなたが窓を閉めた音が聞こえたのその瞬間 いつもより体が熱くなったわ彼女の大胆な告白に顔が赤くなっていく浅見さんはどうしてわざわざ俺を呼び出してこんなことを聞かせるのだろう彼女の真意が分からず黙ってしまう俺しばらく続いた沈黙の後浅見さんはゆっくり口を開いた私ね結婚する前は いろんな男性にちやほやされてたの。年齢を重ねてきて、その時一番経済的に豊かだった夫と結婚したんだけど、結局年齢も離れているから、燃え上がるような恋をしたわけでもないの。いいところに住めて、いい暮らしはできているけど、毎日家の中にいて暇だし、夜も一方的。あの人淡白だから、 マンネリ化しして全然楽しくないのよね他にストレスを発散する術もないしそう言って彼女は手を伸ばしていく細い指先が俺の頬に触れたその指先が何を言わんとしているのかなんとなく察しがついた退屈しのぎに隣人の俺と関係を持ちたいというのだろう 隣人の人妻に手を出すなんてリスクが大きすぎる。万が一相手にバレてしまったら、ここにはもう住めなくなるだろう。けれど一瞬、自分の脳裏に何かがよぎった。人妻と関係を持てば、独身の女性と付き合うよりも、めんどくさいことを言われずに住む。結婚したいだとか、子供が欲しいだとか、そう言われるたびに、 別れを選んできた俺。いっそのこと既婚者と遊んでしまえば、後腐れなく恋愛のいいところだけ持っていける。朝見さんだって、それ以外のことを俺に期待することもないだろう。ね、お願い。誘うような眼差しに心を奪われた俺は、気づけば彼女の唇を受け入れていた。 広いベッドがきしむ音、かぎなれない部屋の香り、動くたびに上がる彼女の甘い声、昼間だというのに、こんなにも大胆に自分を解放する彼女の姿が美しく見えた。ひとしきりを終えて満足したのか、とろんとした瞳で俺にすり寄ってくる。冷静さを取り戻した俺は、背徳感に駆られていた。 その後もも俺たちは何度も関係を続けている。彼女は決まって夫が出張に行って家を空ける時夜な夜な俺の部屋にやってきては自分が満足するまで喜びの声を上げた毎回ことが始まる前に頭の中ではこの関係を終わりにしようという理性がよぎるけれども結局彼女の妖艶さと 自分の意志の弱さにズルズルと関係を続けてしまっていた浅見さんのおかげで完璧に付き合っていた彼女と別れることはできたけれどこの許されない関係をいつまでも続けて仕事に影響が出てしまうのは困る浅見さんの行動は少しずつ大胆になっていくその度に俺は冷や汗をかいていた けれどもその豊満な体を自分の好きにできるとあって突き放すことができずに結局全て受け入れてしまっている変な緊張感が俺たちの関係を余計に燃え上がらせているのかもしれないもうこれで最後にするからいつの間にか季節は冬の終わりを告げようとしていた 暖かい日差しに雪が溶け出した時、彼女は何の前触れもなく、この関係を解消しようと言い出したのだ。前々から建前としては思っていたことだけれど、彼女の口からそれを告げられて、俺は驚きを隠せずにいた。詳しい理由を聞こうとする俺に、朝見さんは作り笑顔のまま、 視線を遠くに向けて囁いた。どうやら旦那さんの仕事の関係で地方に転勤になったらしい。自分はここに残りたいとダダをこねたが、ついてこなければ離婚だと突きつけられてしまったようだ。離婚したところで一人で生きていくには心細い。彼女はすでに両親を亡くしているようで、別れても身寄りがないのだ。 もともと他人の妻、自分のものになったわけではない。わかっていたはずなのに、いざ自分のそばから離れると聞くと、途端に惜しくなるのはなぜだろう。けれど、付き合っているわけでもない。俺たちはただ体を重ね合うだけの、不死だらな関係。彼女を止める権利は俺なんかにない。寂しいと感じているのも、 きっと恋なんかではなくて、ただの執着心だ。最後に悔いがないように、思い切り抱いてほしいと彼女にねだられた俺はいつも以上の力を込めて、全身全霊でその夜に向き合った。彼女の目にうっすらと涙が溜まっていく。その涙を拭ってやることはできない。見て見ぬふりをして、 俺はひたすらに彼女を喜ばせることだけを考えていた。星の見えない東京の空の下で、関係を明かせない人間たちは、一体どれほどいるんだろう。俺たちもその闇に紛れながら、互いを求め合っている。寂しさとか、虚しさとか、ずるさとか、癒しさとか、自分の中に抱えている黒い部分を、 さらけ出すことができたのは、後にも先にも彼女だけだったのかもしれない。一週間後、浅見さんは予定通り、旦那さんと一緒に引っ越していった。顔を合わせてしまうと、お互いに寂しくなるからと、当日は一日、家の中で過ごしていた。彼女が引っ越していった後、しばらくして新しい夫婦が、 その家を購入したらしい。時々廊下で会う新婚夫婦の微笑ましい姿を見ながら、俺はぼんやりと彼女の姿を思い出していた。互いに利用していただけのはずなのに、こんなにも寂しく感じるのは、一体なぜだろう。今でも心の奥で目をそらした彼女の涙が、ほんのりと胸を締め付ける。 恋ではないと自分で言い聞かせていた分、本当の自分の心を誤魔化し続けてしまっていたのかもしれない。それはきっと彼女も同じで、俺を困らせないために口には出さなかったのだろう。けれど、溢れていた本当の気持ちがあの夜に涙となって込み上げていたはず。今更気づいたところでもうどうすることもできない。 この空の続くどこかで浅見さんが元気で過ごしてくれることを祈るしかない。心の傷を癒すには、もう少し時間がかかりそうだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひ、 チャンネル登録もよろしくお願いします安心するわそう旦那さんと話している時きっと彼女はこういう顔をしていたのだろう彼女の悲しみが少しでも癒せるなら私は旦那の代わりでも構わないとすら思っていたすみませんあの。 仕事からの帰り道、急に呼び止められた俺は、驚いて振り返った。駅を出てしばらく歩くと、見知らぬ美女に声をかけられたのだ。しかもその美女は、私のことを涙目で見ている。一体どういうことなのか、私は全く理解ができなかった。あ、あの、どうしたんですか私はとりあえず、 そう聞くので精一杯だった。話を聞いたところによると、彼女は電車の中で私の姿を見つけて、ここまで追いかけてきたそうだ。何か落し物でもしていたのだろうかと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。しかし彼女はなかなか私を追いかけてきた理由を言おうとはしないのだ。その上、 走ってきた勢いで息を切らして、今にも泣きそうな顔をしているものだから、私はただただ対応に困ってしまった。この異様な状況で、周りの目も気になってきた私は、彼女を隅の方に呼んだ。すると彼女は息を整えて、ようやく事情を話し始めたのだ。実は、 亡くなった旦那に似ていたものではそんなドラマみたいな展開があるのだろうかそれを理由にした逆難を疑い私は一瞬戸惑ったのだが彼女が嘘を言っているようには見えなかったしかしその事実を聞かされたところでどう対応していいのかもわからないえっとそれはお気の毒です そうテンプレートの言葉を返すことしかできない。私が困っていると、彼女は何度も頭を下げたのだ。急にすみません。去年旦那が亡くなって、ずっと寂しかったんです。こんな理由で声をかけるのは失礼だと、従々承知の上なのですが。あたふたと言い訳をしている彼女は、溢れる涙を手で拭っていた。ちょっと、 座りましょう私はそんな彼女を落ち着かせようと近くのベンチに誘導したしかし座った後も互いに何を話すわけでもなくただ沈黙の時間だけが過ぎていった顔がそっくりだからという理由だけで声をかけたものの彼女はその後に話を続けることができなかったようで気まずそうにしている。 俺が何か聞くべきなのか余計な気遣いかもしれないと思ったが彼女は勇気を出して私に声をかけてくれたのだからこちらも何かしないとと思ってしまったのだしかしこの気遣いが後々彼女との関係を深めることになるとはこの時はまだ思ってもいなかった話を聞くと彼女は旦那が亡くなった後 一人でこの町に来て、まだ日が浅いという。そんな彼女の事情を聞くと、なんだかこのまま別れるのも、忍びなくなってしまった。あ、あの、お時間がもしよろしければ、少しお話ししませんか俺、この土地には長く住んでいるので、いろいろ情報もお伝えできれば、ついついそんなことを口走ってしまったのだ。彼女は私の言葉に、 少し驚いたようだったが、静かに頷いてくれた。そして、近くのカフェに入った私たち。ここは私もよく通うところだった。私は店員と軽く挨拶を交わすと、お気に入りのテラス席に彼女を案内した。素敵な雰囲気のカフェですね。この土地のことは何も知らないので、教えていただけて嬉しいです。その笑顔を見て、 一旦安心した先ほどよりも少し元気になった様子の彼女注文したケーキを食べながら彼女は突然何かを思い出したように顔を上げたそうだ自己紹介が遅れて申し訳ありません私渚と言いますそういえば自己紹介もせずに話をしていた私たちこちらこそすみません 私も彼女に自己紹介を返すと、また元の話に戻った。大した話もできず、申し訳なかったのだが、彼女はニコニコと笑顔で、耳を傾けてくれた。しばらく彼女とたわいもない話をしていると、ふと不思議な感覚に陥った私。彼女と話しているとき、とても心地よかったのだ。話のテンポが合う。 ということだろうか。初対面の人に対して緊張して、気を使ってしまう性格の自分が、巣に近い雰囲気で話せていたのだ。なんだかあなたとお話ししていると、その自分でいられる気がするわ。私がなぎさに対して思っていたのと、全く同じことを言うものだから、嬉しくなってつい。お、俺もそう思っていました。 っってしまったそんな私を見て彼女は嬉しそうに笑う「初めて会った気がしないのは旦那に似ているからだと思ったけど」そして彼女は私を見つめたまま続けた「そうでなくてもあなたとは気が合うような気がするわ」その言葉に私も静かにうなずいた「旦那に重ねているだけでも」 別に構わないと思ったが、一人の人として、そう思ってくれたのは嬉しかったのだ。急に変なこと言ってごめんね。え、いや、そう思ってくれて嬉しいですよ。慌ててそう答えた私、本音を言ったのに、堅苦しく聞こえてしまっただろうか。渚は私に、優しい笑みを浮かべてこう言った。お互い。 敬語はやめましょう。年も近いんだし私と渚は一切違いだった渚の方が学年は一つ上だったが早生まれだったので西暦は一緒だええそうですねほらまた敬語クスクス笑う彼女を見て私は思わず顔をあからめていたじゃあそろそろ帰ろうか 私は照れ隠しをしつつそう言うと席を立ったそれを見て彼女も立ち上がる「今日は急に私が声をかけて引き止めてしまったから払うわ」彼女は遠慮する私を止めてレジに向かってスタスタと歩き出した「今度はおごってね」彼女の言葉に胸の鼓動は高まるそして今度があるという期待に 胸を膨らませていいたた自分がいた店を出た彼女は「私の家はこっちなんだけどあなたは?」と左を指さして私に尋ねたたまたま私も同じ方向だったので途中まで一緒に帰ることにした私たちまたいろいろと話をしているうちに盛り上がってしまったようだ気づけばマンションの前まで来てしまっていた 俺の家、ここなんだよ。ごめん、家まで付き合わせて。私は彼女の家の方角を全く気にしていなかったことに気づき、慌てて謝った。え私の家、ここのマンションの5階よなぎさはきょとんとしながら、私にそう言う。二人で顔を見合わせると、ふっと吹き出してしまった。彼女が何も言わずに。 自然についてきたのはそういうことだったらしい。偶然にも私たちは同じマンションに住んでいたようだ。私は7階で、彼女は5階。人の入れ替わりが激しいこのマンションでは、お隣ですら気がつかないうちに変わっていることも珍しくない。私自身も引っ越してきてから、滅多に人と関わる機会がなかったので、 こうして近くに知り合いが住んでいるのは嬉しかった。じゃあまたね。今度は飲みましょう。そう言ってエレベーターを降りる彼女の後ろ姿を見送った私。心なしか振り返った彼女の顔は、寂しそうに見えた気がした。彼女は旦那を亡くしているわけだしいくら笑顔を作っていたとしても、多少の無理をしているのは間違いないだろう。 でも俺が心配できるような立場じゃないよな。彼女に勝手に親近感を覚えて、手助けできることがあればと考えてしまった自分が痛い。でも彼女の力になりたい。そう思ったのは本音だ。その日の夜はずっとなぎさのことばかり考えてしまった。そして旦那さんのことも。私に似ているというなぎさの旦那さんは、 一体どんな人なのだろう。私と渚の帰宅時間はどうやら同じくらいだったらしく、それからも頻繁に駅で顔を合わせるようになった。きっと一人でいるよりは一緒に食事をした方が楽しいということで帰り道によく飲みに行くようになったのだ。そして居酒屋にも飽きてくると今度はお互いの家で夕食を食べるようになった。 この土地に越してきて数年、飲みに行く友達などいなかったから、私は嬉しかったのだ。日頃のストレスを吐き出す場所は、家か近所の飲み屋しかなかったし、仕事の愚痴を聞いてくれる人もいなかったから。彼女は私の話を嫌な顔一つせずつ聞いてくれるから、私はついつい喋りすぎてしまうのだ。彼女といると、居心地はもちろんいい。 でもその反面、未亡人の女性と二人きりでいることに、多少の緊張もあった。渚自身は親しい友人として、私と接してくれているとは思う。でも私はやっぱり彼女のことを、女性として意識しているような気がしていた。ちょっと聞いてるそういう彼女にハッとして、私は慌てて返事を返した。ごめん。 そういうところも、なんとなく似ているのよね。そうつぶやいた彼女は、愛しい人を見つめる目で、私のことを見ていた。いつも話を聞いているふりして、合図地だけするんだから。それは私に向けられた言葉なのか、亡くなった旦那さんに向けられた言葉なのか、わからなかった。なぎさは旦那さんのことが大好きで、今でも忘れられないのは、 私も理解していた。私を初めて見かけた時思わず声をかけてしまうほど旦那さんの面影を求めていた彼女そんな彼女の心にはきっと私が入る隙間などない安心するわそう旦那さんと話している時きっと彼女はこういう顔をしていたのだろう彼女の悲しみが少しでも癒せるなら 私は旦那の代わりでも構わないとすら思っていたしかし彼女は意味深に言う安心するのはあなただからよ渚のその言葉を私はその言葉通りに受け取っていいのだろうか返事に困っている私に彼女はくすっと笑った私が旦那とあなたを重ねているだけだと思っているんでしょう いつも彼女は私の心を見透かしたようなことを言う。違うわよ。そう言うと彼女は私のそばに寄ってきて、肩に頭を乗せた。俺と旦那さんを重ねているわけじゃないのか。彼女は私にもたれかかったまま、顔をこちらに向けた。まだ出会って間もないし、信じてもらえないかもしれないけど、 私は、あなたのことが好きなの。その表情を見て、本気なのだとすぐにわかった。俺も渚のこと。私は、今まで感じていた彼女への気持ちを、この時、しっかりと自覚してしまった。渚はごく自然に、私の首に手を回し、そして軽くキスをした。好きだ。私にはもう。 この気持ちを止めることはできなかった。彼女よりも深い傷をして、そして彼女を押し倒していた。俺も、渚のことが好きだ。彼女の部屋で欲望のまま溺れていった私たち。幸せというのは、こういう瞬間のことなのだと感じる。彼女の汗ばむ体も、息遣いも全部、愛おしくてたまらなくなる。 今までになかったこの感情。渚のことを幸せにしたい。彼女を抱きながら本気でそう思ったのだ。私たちはそのまま眠りについてしまったようだ。時計は午前8時になろうとしていた。休日だったため急いで起きる必要もない。おはよう。そう言いながらも、 布団から出る気配のないなぎさ。まだ半分夢の中にいるような、ふわふわとした雰囲気も、また夜とは違う顔だ。そんな彼女に、私は自分の気持ちを打ち明けた。俺と、結婚してくれないか。彼女の視線が逸れたその先に、旦那さんとの写真があるのは、わかっていた。結婚を切り出したのは、賭けみたいなものだった。 渚が私のことを好きになってくれても結婚まで考えてくれる自信はなかったからだ。しかし彼女の言葉は嬉しいものだった。うん。よろしくお願いします。輝くような笑顔を向けてくれた彼女を私はまた強く抱きしめた。ありがとう。私たちは笑い合うとそのまま布団に潜り込んだ。 それから私たちは、互いの家を行き来しながら、結婚へ向けての準備を進めた。あのね、私結婚したら、叶いたい夢があるの。ある日彼女は、私にそう言ってきた。結婚してから、マイホームを建てるという夢があった彼女。旦那さんが亡くなって、その夢は叶わないままだったという。もちろんだよ。 彼女が望むことはできる限り叶えてあげたいと思っていた私は、それを快諾した。それに、いずれは家族も増えるから、大きい家は必要だろう。私たちは互いの職場に近い土地を買い、そして家を建てる計画をした。こうして将来のことを考えるのは、本当に楽しい。そして、子供ができたら、 彼女の口からそういう話が出てくるたびに、家族になったんだなという実感が持てた。完成した家は、渚の理想が詰まった素敵な家になった。引っ越しがすべて完了した日、渚は私の手を取り、こう言った。夢を叶えてくれてありがとう。これからもよろしくね。あ、一生幸せにするよ。 そして渚に結婚一周年の花束を差し出した彼女は目に涙を浮かべながら笑顔で私に抱きついてくるありがとう爽やかな風がまるで私たちを祝福してくれるかのように庭に桜を散らしていた穏やかな午後だった最後までご視聴いただきありがとうございます 今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。